目が良くなっていた。そう、僕の体はなぜかいつの間にか。火事、しかも近い。そうだ、119。この匂い、中に人が。ダメだ、余計なことは。でも僕の中には怪物がいる。わからない、どうしてこんな力を手に入れてしまったのか。この嗅覚は何のため。そしてこの異様な化け物の姿は。本当にわからない。100歩譲って変身はいいとして、なんで着ぐるみ、なんで犬、意味不明すぎて。いや、とにかく今はこの人を助けないと。動きづらい、視界も悪い、バカやってる場合じゃ。急がなきゃ。この体は。けどまあ、この体だから助けられたんだ。怪物お手柄ってところか。いや、ゆるキャラお手柄かな。うん、今回は役に立っただけよしとしよう。誰にも見られなかったし。なんだろう、この人の匂い。僕は何を。次のニュースです。本日未明、伐採地区の作業小屋で不審火とみられる火災が発生しました。死者や怪我人などは出ていない模様です。消防の発表によると。やだ、これ結構うちの近くじゃない。警察は怖いわ。可能性があるとみて捜査を開始しています。どうしてスマホがない。まさかあそこに。どうしよう、もし警察に調べられて僕の秘密が人にバレたら。この匂い。加賀谷修一、これあんたのスマホね。やっぱりいたじゃない。今まで誰も信じてくれなかったから、私の頭がおかしいのかと思ってたけど、こんなところに隠れてたなんて。聞かせてくれない？興味があるの。
あんたみたいな化け物に。あの人の匂い。違う、こんなことしてる場合じゃない。スマホ取り返さないと。ない。化け物。正体がバレたら学校で暴れるんじゃないかって期待してたのに。ちょっと残念。スマホ拾ってくれてありがとう。あら、棒読み。けどさ、化け物って何のこと？たとえ変身した姿を見られたとしても、それが僕だって証拠はどこにもない。ましてや彼女はあんな状況だったんだ。意識もぼんやりしてただろうし、幻覚を見たことにすれば。今朝も言ってたけど、何か見たの？そっか、どうやら私の勘違いみたい。スマホ返すわ。けど変ね。確かに見たような気がするのよ。化け物が私を犯そうと。写真が撮れた。へえ、変身した方がイケメンね。けどいいの？周りから丸見えだけど。うん、どうしたの、ナナ？幻かな。この銃は本物？知らないよ、多分おもちゃ。もういいだろ、誰かに見られたら。ダメよ、あんたがこの体の秘密を話すまで。ちょ、言わなかったらあんたが化け物だってみんなにバラす。面白いと思わない？本当に化け物がいるってみんなが知ったらどんな反応するかしら。人気者になってテレビとかに出られるかしら。それとも実験動物みたいにバラバラにされちゃうのかしら。多分そっちね。生きたままおもちゃみたいにみんなで寄ってたかって。知らないんだよ、本当に何も。気づいたらこんな体に自分でも何がなんだか。まあいいわ、けど嘘だったら怒るわよ。どうしてこんなことになったんだ。そういえば自己紹介がまだだったわね。